ジム行ってきます。今日は胸トレです。今は隙あればビートボックスの練習をしてます。ジム終わりました。お昼ご飯を買いに行きたいと思います。レッツラゴー、ショート行ってきます。一回実践してみると、オイコスとバナナを食べます。いつもティーを入れてるボールがあるんですけど、そこで盛大なパーティーが開かれてました。僕は陰キャなので、そこに割り込んでティーを入れる勇気はありません。黙って勉強します。お弁当忘れちゃいました。今日はとても頭が痛いです。なぜだ。お家に帰ります。おはようございます。お腹が空いたのでお昼ご飯を食べに帰ります。最近分かったことが一つあります。家の近くにサブウェイがありました。ということで、サブウェイにお昼ご飯を買いに行きたいと思います。サブウェイに来ました。しっかりと買いに行きます。しっかりと勢いでめちゃくちゃでかいのを買ってしまいましょう。マジででかい、マジでかです。パンプキンスパイスフレーバーのカップラーメンを食べようと思います。電子レンジでお湯を入れて3分でできるそうです。お好みでホイップクリームを乗せてくださいというめちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖いことが書かれてます。怖い。おー、これ大丈夫か、この匂い。いただきます。なるほど。この時間になるとだいたいプロテインを飲みます。プロテインはだいたい40から50グラム、その日の気分で適当に入れてます。プロテインを飲んで筋肉を大きくしましょう。今日は背中のトレーニングをします。